やっぱりここにいましたね。俺に用？はい。あ、お兄ちゃん、岡崎さんと二人でお話ししたいから外に出てて。ほら、邪魔だから早く。どうしたんだろう。まあいっか。突然ですが、私恋のキューピッドになろうと思いまして。恋のキューピッド？はい。そうか、やっぱりあいつのこと心配してたんだな。はい、もちろんです。でも相手がいないと思うぞ。何してるんですか？ここにいるでしょ。え、角原とメイちゃん、禁断の兄弟愛。あのね、お兄ちゃん。どうした、メイ。遠く離れてからお兄ちゃんのことたくさん考えるようになったの。どんなこと？一緒にいた時はね、考えもしなかったようなこと。少しは尊敬できるようになったか？ううん、そういうんじゃなくて、もっとエッチなこと。メイ、いけない子だ。お兄ちゃん、やっべ、興奮してきた。変な想像しないでくれますか？だってお前と角原だろ、興奮するって。だからそんな身の毛もよだつ想像しないでください。そもそも私がキューピッド役だって言ってるのに。ちょっと待て、まさか俺のことか？はい。あのな、角原。どうした、岡崎。最近お前のことをたくさん考えるようになったんだ。どんなこと？他のやつといるときは考えもしなかったようなことだ。少しは誇れる親友になったか？そういうんじゃなくて、お前とお揃いのパンツで朝の通学路を逆走したいって。友也。ねえ、こっちだよ、早く捕まえてよ。おいおい、そんなにじらすなよ。こっちだってば。話が進まないんですけど。すまん、おっさんのキャラが伝染してるのかもしれん。私が言ってるのは岡崎さんと渚さんのことです。はい。